それでは第2戦終了しましたポールトゥビートになりました高山祐一選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。昨日はちょっと悔しいレースになって、今季初優勝になりますけど今日のレースはどうだったでしょうか。はい、そうですね、昨日のスタートは、自分でもなんであんなスタートしちゃったんだろうっていうぐらいひどいスタートだったんですけど、そうですね、そのスタートを今日に向けてうまく改善することができてベストなスタートっていうことにはいかなかったんですけど、まあ、ミスなく1位で、1コーナー入っていけたんで良かったと思います。後半になってから、徐々にペースが落ちる中で、3番手の内田選手が追い上げてきている中で、トップというところではどうでした気持ちの部分は。そうですね、あれだけのリードがあってチュームメイトが蓋をしている状態だったんでそこまで自分にはプレッシャーはなかったんですけど、タイヤの状況がどんどん周を重ねるごとに、コーナー一つ一つ行くごとにどんどん悪くなっていったんで、このタイヤがどこまで行くんだろうという不安はあったんですけど、その中でもペースを落とさないでタイヤに負担をかけない走りをすることができたんで、1位でゴールすることができました。次の茂木がですね3レースということになってますけれども、昨年の3レースの都合は3連勝しました。今回どうでしょうか。そうですね、今回のレースも、今回もう1レースあったとしてもまた優勝できると思うんで、本当に金曜日予選でどれだけいいポジションにいることができるかっていうのが、3つレース大会数が多ければ多いほど予選が大事になると思うので、そうですね、金曜日にうまくマシンを作ることが、3連勝につながると思います。また次も期待しています。おめでとうございました。ありがとうございます。